はい、おはようございます。永田です。さあ本日のオバブは皆さんお待ちかねの水星の魔女からの新機体ダリルバルですね。まあ一口にダリルバルデといってもパイロットはいろいろな経験を経て覚悟を決めて男前になったグエル・ジェダーグ、そして追加武装がついた2機仕様となってますね。まあ、さらに言えば、ビームの色がピンクということで、まあ、これは決闘のレギュレーションを外した実戦仕様。原作の方だとね、ミカエルス戦で、まあ、ガチ戦をやってた時も黄色のビームだったんで、まあ、ちょっとアニメ見た人から見ると違和感があるかもしれない。さあそんなわけで早速ね、朝使ってきた感想ですが、まあ、ざっくり言うとかなりインファイター寄りですね。特に近距離発生がめちゃくちゃ早い N 特格だったり後ろ特格、まあ、これはフルセイバーの後ろ特みたいな、そんな性能ですね。肩のデゲータでダイヤアンビカーで自分の身を守りながら追従中射撃格闘を防いで敵に仕掛けていくみたいな、まあ、その2つの特格で近距離刺していくみたいな、そんな感じですかね。で他の目星武装だと、まあ、中距離機能する、まあ、仕掛けに行く布石ですね。後ろ特殊はペレットマイン、まあ、いわゆる嫌いですね。まあこういう系の武装ってこのゲーム大体強いんですよ。まあ、ギャンだったりバンシーノルンのハイドボンブみたいにね、もわって広がるやつ、まあ、それで、まあ、無理やりその爆風で敵を捕らえたりだとか、まあ、着地とかに撃つとね、そのガードとかもできないんで。であとこのペレットマインね、放物線を描いて落ちていくんですよ。まあ、X3 の丸太みたいな、あんなにね露骨な曲がり方はしないが、まあ、中距離、あ、こうやって落ちてくんだなみたいな距離を把握して打ってみると意外と着地を取れたりします。で次にサブ射撃ドローン兵器グスサー・イーシュバラ、もうめっちゃ言いにくい武装名なんですが、まあこれいわゆるファンネル系の武装ですね。で仕様がバリアントサーフェイスとか、あとはベルティゴみたいな、一度ドローン兵器を展開してさらにサブ射入力、まあこの機体だったらレバー N、 レバー横でアクションがそれぞれ違うんですが、まあそれでファンネル通過ドローンを飛ばしていく、そんな技ですね。で展開中に振り向きメイン、そして射撃 CS からサブ入力で落下することができるので、まあみんな大好き降りてくといったとこですね。まあ落下テクはその2つです。でこの武装ね、ちょっと面白いのが、まあ、一度サブでねドローンを展開して、まあ、その後入力しないで、まあ、適当に浮遊させておくと勝手に一定時間ごとに1機ずつグスサー・イーシュバラが飛んでっちゃうんすよね。まあ、これはこの機体に搭載されている意思拡張 AI、まあ、本人の意思とはまた別個に攻撃を仕掛ける機能の、まあ、原作再現要素だと思うんですが、これがねなんかわかんないんだけど意外と刺さってたんだよな。だから、まあ、例えば敵から逃げるときサブを展開してすぐ落下テクを使うのではなく、意思拡張 AI に任せてグッサーイーシュバラをポイポイ投げて相手が回避行動を取ってる間に距離を離すみたいなこともできるかもしれない。実際どうかはわからん、実戦で通用するかはね。まあでもこういう原作再現要素をうまくゲームに落とし込もうみたいな試みはすごいいいですね。まあその他にもね、原作再現要素、まあやはりテレビ最新作シリーズのねガンダムなのですげー丁寧に作られてるんで、まあそこら辺も今回の実況で触れられたらいいなって思います。で実況に行く前に、まあ、軽くゲームのね機体性能の方の総評なんですが、まず近距離タクは、まあ、やはりこの機体のコンセプト的にちゃんと強いです。まあちょいちょいね、まあ2個3個、まあ近距離で擦りがいのある武装があるんですが、まあやはりというか、まあこいつの落下テクの元がね、振り向きメインだったり射撃 CS みたいな、まあちょっとしょっぱいところからの落下になるので、まあそういうなんだろうな、まあ敵に近づくにしろ、あとは近距離で落下テクに身を任せた、まあかなり大胆な動きみたいなのはやりにくいなって感じたんで、まあ朝使ってて、うおーめっちゃ感動、クソ強えわこいつみたいなのは感じなかった。まあ初日の評価なんであんま当てにしないでください。はい、というわけでそろそろ実況やっていきましょう。ダリルバルデよろしくお願いいたします。さあ2戦目の途中からですが、かなりね敵のダリルバルデが減ってるようなので、後ろ特格は見越してからこちら N 特格つなげて後ろ格闘シャクルクロ、アシアンカーにはつなげられず、この後ろ格闘ね、まあ、かなり原作再現要素が詰め詰めなので狙っていきたい。さあダブルオスカイを見つつ、横から来るダリルもちょっと気になる落とし頃。さあビームショットライフル N 特射か横特射か忘れたが、まあ、この特殊射撃ねビームショットライフル、まあ、射撃追加入力で2連射できたり、あと特にね N 特射がちょうどいい距離で当てると、まあ、クレイバズーカよろしくいい感じのダメージになるので、まあ、コンボパーツに最適と。さあこちらに来るダブルオスカイ、さあ上に
やってからのさ、前特角のピョン角も使いながら、まあ、かなりあがいていく。まあまあ安めでしょう。かなりちょうどいいところでバーストが溜まったので、さ、シャクルクローから N 派生からのブー角からの前特角の大車輪で気持ちよくなっていく。さあまだ攻めの手は緩めず、 N 特角出し切りから邪魔が入ったが、シャクルクロー横派生ですね。こちら原作だと3話1期の方ですね。エアリアルに対して行った技、意思拡張 AI に反して、まあ、自分の力で戦うことを決めたグエルの熱い一撃。そんでもって N 派生のキックはエアリアル回収型に行った2期のやつなので、この後ろ格闘だけで1期と2期のダリルバルデを感じることができる。お得だね。そんなわけでやることはやった。相方がバーストを吐いて、まあ、ちょっと助けになればいいが、ダリルバルデに向かってペレットマイン、強え。これ、まあ、これ系ほんとね、このゲーム強いので。さあダブルオスカイの残り耐久も少ないので、まあ、後ろ格闘から二次捨て、意外と感性が乗らなかったんでね、まあ、ちょっとした振り向き降りてくみたいなことできるかと思ったが、まあ、そんなによくはない。そして N 特角、これほんと近距離鬼強えんだよな。まあいわゆるホスクとか、あとはザクアメかで、今回の調整で、まあ、GX の前格闘もそうなったが、まあ、近距離伸びない代わりにグンって踏み込むタイプの格闘っすね。はい、じゃあ次見ていきましょう。敵の編成は火星の象徴ガンダムレギルス、そしてダリルバルデ、ペレットマインが火を吹いて前角出し切りからシャクルクロ入れたすぎ問題。しかしなんかむずいんだよな、この後ろ格闘がハンブラビの海蛇チックな感じ。なんか特に横にめちゃくちゃ重厚補正が強いとかではなく、まあ一瞬でピンと、まあ射程限界まで行くので、まあそこら辺で当てろということかな。意外と生当てできそうだったんだよな。さあレギルスに結構無茶な攻めをしているが、後ろ角と当てたすぎ問題。しかしダリルバルデにいさめられてしまった。さあペレットマインが飛んでくるが、ビームショットライフル、まあ、引っかかればね強よろけなので、まあちょいちょいやっときながら。ちなみに今回ねダイヤアンビカんじゃねえな、ドローンの方はグスサーイーシュバラだ。くそーで、イーシュバラの方はね、あの勝手に飛んでくやつの方を、まあ、どんな当たり方するのかなみたいな、まあ、結構採用してるんで、まあ、奇跡を追ってみてください。さあ後ろ特角が火を吹いたとはありがって、まあ、食らってしまったが3000落とせたのでよし。さあレギルスに向かってペレットマイン、しかしビットがかなりまとわりついているが、後ろじゃねえな、前特角であがきにあがいて、このあがきいいよな、シャチャーからまた特角が出るの。さあペレットマインからバーストアタックやっていく。グスサーイーシュバラが降り注ぐ。ミカエリス戦の再現ですね。いやーこれね、まあこれしかねえようなバーストアタックって感じっすね。まあどんだけダメージ伸びるかはよくわからん、かっこいいのでよししか思っていない。さあ残り体力の少ない敵のダリルバルデやっておきたいが、レギルスが立ちはだかる。まあ、どっちも赤いんでね、どっちがどっちだか急にわからなくなりますが、さあダリルバルデに向かって、さあダイヤアンビがお互い衝突してしまったが、こっちのビーム刀の方が強かったようだ。さあレギルスが来るが、こっちはグッサが当たったと。まあ、この飛ばしサブもね、ぶっちゃけどうなんだろうな、そんなにうおーみたいな当たり方はしなかったんで、まあなかなかむずいとこっすね。さあダリルバルデ上からね、このペレットマインが降り注ぐのなかなかホラーではありますが、さあマインを出しながら、このペレットマインどこで使ったっけな、原作なんか回収型との決闘で撃ったけど、そんなになんか明確な有効打にはならなかった、そんなイメージですが。さあ近距離 N 特角ちょい見せしながら、ここはビームショットライフル N 特射あざます。そんでこれ見てほしいんですけど、覚醒勝利のダリルバルデっすね。パッと見めちゃくちゃ負けポーズなんだが、原作でエアリアル回収型との決闘で勝利をもぎ取った時のポーズ。いやー、まあ、これは朝の配信でも言ったんすけど、まあ、ウェザリングというかダメージ表現がね非常にエロスですね。まあ、このね勝利ポーズのために、まあ一応元があるとはいえ、もう一つモデルをね用意したみたいな感じなので熱意を感じる。さあというわけでラスト見ていきましょう。敵の編成がダリルバルデ、そして強化されて強くなったらしいドレッドノートイーター。それは置いといて、この横派生ぶん回しやりたかったんすわ。まあダメージを伸ばすというよりは、まあ時間稼ぎ、まあ、特に相手が覚醒中とかだといいんじゃないですかね。さあここは前派生、しかしここはカット体制のためにやるが、まあ、敵にね掴みかかったところだと、まあ、どうしても掴み属性になるので、まあ、ビームショットライフルが安定しないというか。さあダリルバルデに向かって後ろ特角は見られていた。ここは敵ではあるが前派生、まあ、出し切りではなかったが、
この派生もね、しっかり原作再現要素があって、まあ、途中的に掴みかかって左腕をガリガリっとグスサーイーシュバラ、まあ、手にはめて切ってるんですけど、まあ、やるシーンがね、まあ、これまたエアリアル回収型との決闘の再現ですね。左腕を切り落としたやつ。さてそんなわけで敵のダリルバラで落としつつ、この流れでドレノイータ、まあ、敵のアルミューレ・リュミエル・ハンディはガードしつつ相方と連携して落としていく。ナイス縦固めめくり。さあ敵のダリルバラデに向かって、もう敵も味方もダリルバルデ、まあやはり今日調整のね朝っぱらっていうこともあるし、まあみんな待ってたんじゃないですかね。さあかなりめちゃくちゃな状況になってしまったが、ここは N 特角をかなり強引にねじ込んでいく。そっから敵のダリルバルデの攻撃を、あちょっとよくわかんない、すごく気まずい状況だったが、敵の後ろ特角噛み合ってしまった、落ちてしまったが、さあドレッドノートイータは相方がやってくれてるので、こちらはお互いグエルジェターク。さあ敵の特角見てから、こちら N 格闘から前派生もう一回やらせていただきましょう。グッサーイーシュバラのランブ、敵に乗りかかって執拗に左手を切りまくると、ここでダブルボブシステムからのペレットマインでドレッドノートイータ落として終了です。はい、というわけで以上がダリルバルデ新機体の視点でした。まあ最初の方に言ったけども、まあ、中距離でやるというよりもガーッといって相手をぶっ壊すみたいな、思ったより攻撃的な機体なのかもしれんな。俺が真面目にやりすぎてた可能性もあるが、まあ、ちょっと固定でもね使ってみようと思います。というわけでご視聴お疲れ様でした。次回の長谷もご期待ください。